1998年の8月3日生まれです。母が若い頃にその石川県に一人で行って、それからもずっと石川県って感じなんですけど、父はダンサーをずっとやってて、ダンサーとしてなんかツアーとかでなんか日本に来たり世界回ったりっていう中で、多分日本で多分会って、母とで母お金貯めて、で父目的ではないけどアメリカに多分何年かで、その中でまた父と会って、で僕は生まれてっていう経緯なんですけど、で父も、まあ、金銭的な余裕もその時はまだなくて、で母もアメリカに行ってどんどんお金が減っていって、お金が尽きてきたってタイミングで、母がその父の夢を邪魔もしたくないし、一人で僕を日本で育てるっていうことを決意して、で二人で日本に戻ってきて、でそこに戻ってきたのがもう最初から石川県だったっていうのがざっとした流れです。5歳頃までは特に曲がった性格はなかったらしく、元気で活発で運動神経が良くて、走るのが好きで速かったし、もうスケボーも乗ってたし、5歳ぐらいでもう一人で近所の小学校に勝手に遊びに行ってみたいな感じだったんで、活発でって感じでした。やっぱりお母さん一人がお母さんお父さんの両方の役を多分やってくれてたっていうか、やんなきゃいけないって多分お母さん自身も思ってたので、怒ったらめっちゃ怖かったし、なんだろう、怒られるのが一番怖かったから、そのために怒られないようにとか、何か悪いことしてもなんかちょっと嘘ついてごまかしたりとか、ちょっとでも楽になる、その言い訳が本当であれ嘘であれ、それを言った時になんか本当に犯した罪に対して怒られるシーンよりちょっとでも和らぐのを求めて嘘をついたり言い訳したりっていうのは、ちっちゃい時あったのかなって思います。幼稚園とかになんか家庭教師で英会話とかで、小学校入ってからもうがっつり学習塾に国語と算数と英語となんか理科とか社会とかもやった記憶があって、空手も小学校1年生から始めたし、ピアノとドラムと極真空手と、なんか学校のクラブみたいな感じのサッカーは小学校3年生からで、カポエラも小学校5年生から始めたかな。キリスト教の小学校でなんかお祈りとかもある学校だったんですけど、幼稚園もそういう幼稚園に通ってて、で僕が通った私立の学校は、なんだろう、外国人がいたり、なんか外国に姉妹校があって外国との交流があったりで、英語にも力を入れてたり、いじめられない環境もあったと思うし、母はすごい居場所をいっぱい作ってくれて、私立の学校だったり空手とかなんか塾とかあるけど、なんかここっていう場所がなんか自分にはない風に感じてて、っていうのがやっぱり行ってる小学校の友達はもう県内バラバラのところにいて、なんかいつでも仲いい友達と遊べるって環境でもなかったし、なんか空手とか行っても週に 2,3 回で、しかもそこには同じ小学校の友達とかはいないけど、なんか他の人たちはなんか同じ小学校とかもあったし、近所の小学校に遊びに行っても同じ学校の子じゃないし、仲良くなれた友達とか一緒にサッカーできた友達とか何人かいたけど、やっぱりほとんどは知らない、自分のことも知らないし、自分のことも相手にしないし、それでも自分から
なんだろう、混ざりたいっていう気持ちはあって、勝手に混ざってみたいなことあったけど、なんか常にだから寂しい気持ちっていうか、居場所はどこなんだろうって気持ちはちっちゃい時からあったかもしれないです。ハッピーバースデー、リーリー。ハッピーバースデー、リーリー。ハッピーバースデー、トゥーユー。ハッピーバースデー、リーリー。なんか認めてもらいたいっていうか、仲間に入れてもらいたいっていうのは多分ずっとあって、なんか認められたいとか好かれたいとか尊敬されたいとかすごいって思われたいとか、なんかそう、そのためについた嘘とかも多分あったし、俺このカード持ってるよとか、なんか空手でもなんかありもしない大会で優勝したってなんか嘘ついたりとか、なんかすごいって思われたいっていうのは多分ずっとあったと思います。高校入学して、なんだろう、仲間外れにされないように常にいい自分を演じて、常に面白い自分を演じてみたいなの、その時演じてたつもりはないけど、なんかなんでそういうことしてたんだろうって考えたら、やっぱりみんなに好かれていたいとか、仲間って思われたい、面白いって思われたいっていうのが強くて、なんか自分の肌の色を使ったりとか、自分の身長とか見た目を使った自ギャグネタとかもやったりしたし、なんか自分でやって面白いって思ってもらえて、笑ってもらえて、なんか嬉しいっていう気持ちもあれば、でもたまには人からいじられて、なんだろう、あんまり気持ちよくないって思う時もあったし、やっぱり今もそうだけど、なんか常に自分のしたいこととか自分の本音を外に出すのが苦手っていうか、誰かに認められたいとか誰かにこう思われたいからっていう思想と行動がずっとこれまでだったんで、今も多分それ強くあるんですけど、自分の意思じゃなくて他人の意思を優先して生きていたっていうのがずっとあるっていうのはあります。本当に想像できないんですけど、やっぱりその居場所に入るためとか友達に認めてもらうために、見た目でとかジャッジされてるだろうから、それすらもなんか面白いに変えて、なんか興味を持ってもらうためになんか自虐ネタをしたりとかは多分あったから、なんかその手間がなかったと思うし、なんかシンプルに近づいてなんか友達になったり輪に入れてもらったりっていうのが、なんか気を使わないで思ったままできたのかなっては思います。